皆さんこんにちは。が動物王国でーす。今日はね、チョコがゲージで出て遊んでまーす。すごい飛び乗ってる。楽しそうだね。戻ってきて、早い早い、楽しいね。よしよし、よかった、餌にありついたね。餌食べよっか。はいね、もう一個上がって、うお、まだ、すごいジャンプ。ジャンプ力半端ないですね。動きが速い。はい、どん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 食べましょうか。携帯片手にバナナを剥くのがね、結構難しいですね。分かってあげるよ、待って。みんなね、君の大好物でしょ。今日めっちゃ活発ですね、動きがね。やっぱね、この落ち着きのなさ、まだやっぱ子供なんでやんちゃですね。よし、うん、食べな、まだあるからいっぱいね。大丈夫、そんな心配そうな目で見なくても大丈夫。あるよ、なかったらもう一個じゃ食べよな。両手に持って、二刀流です ね。すごい、取られると思って必死です。めっちゃ食ってますね。むしゃむしゃと食べてますね。おいしい。ぶら下がってますね。ちょっと、すごいな、今日はなんかいつになく食べるペースが早いですね。
王も寝てたけど、もうぴょん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 、ね、チョコが動くからびっくりして起きちゃいました。ね、いつも寝てるんですけど、さすがに何事だっつってね、起きちゃいましたね。大丈夫か、なんかくしゃみしてる。大丈夫。分かった分かった、痛い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 、かじりに来たね、ご丁寧に。はい、そこ、うん、ですね、ちゃんとお猿さんの動きをしてますね。いい動きだね。ただね、こうだ、痛い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 、噛むと痛いところを知っててね、こう小指とかね、爪の間とか、すげえピンポイントで攻撃してくるんですよね。落ちそうになってるじゃん。落ちたし、ね、自分で音にびっくりしてる。いいね、なんかアスレチックみたいでね。遊べていいね。やっぱね。楽しい？いいんだ。楽しいね。やっぱね。うわ、痛い痛い。楽しいけど痛いよ。タオルとか毛布がめっちゃ好きですね、この子ね。一回ね、タオルを外したことがあって、やっぱすげえ機嫌悪いんですよ。で、まあ、やっぱ入れとかなきゃダメなのかなって言って、まあ違う毛布を入れてみたら、なんかまあそれも気に入ってくれたみたいで、今ね、この2枚の毛布にね、2枚の毛布にお気に入りになったみたいで、くるまって寝てます、いつも、ね、おむつ取っちゃうからな、チョコちゃんね。
そのプリリドッグのラオウとはね、結構仲良しで良さそうですね。全然警戒心持ってないからこうやって行き来するんですよ。まあラオウはね、別になんかっていうわけじゃないんですけど、遊びたいなラオウと。よし、じゃあ戻ろうかね。バナナもいっぱい食べたしね。あ、食べ始めた。今日はね、こんな感じでサオマキザルのチョコちゃんの、なんですかね、これ遊んでるところなんですかね。まあご飯も食べたし、なんかいっぱい遊んでるし楽しそうだし、まあそんなところをね、動画でアップしてみました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。またね、さよなら。すごいムササビみたい。